です。今回はブラックオプス1フリーフォーでやっていきたいと思います。今回ね、久しぶりにまた過去作をやろうという、ね、モダン3もこの間アップしたので、今回はブラックオプスを1年ぶりぐらいにやっていきたいと思います。あと BO2 なんですけど、BO2 はね、売っちゃったんですよね。当時まだ実況とか何もしてない頃で、あまりにもラグがひどかったんで、やってらんねえなと思って。お、エロい。おっしゃ。これね、ビオの何が好きって俺、この RCXD が好きなんですよ。これね、おー、ごめん、子供っちみたいなことして。これね、待って、ラジコン出したいけど、いるんだよね。待って、おー、オッケー。気合い。ちょっと待って、ナパームってこれどこに流すのがいいの？この辺とか。この辺いる？待って、ごめんよ。あーかん。よいしょ。俺1年ぶりにして結構うまいんじゃない？さっき1回フリーフォールやってね、なんとなくの感覚は、あくそ、セカちゃんが発動したのに。あれね、セカちゃんという面白いね、機能があるんですよ、BO には。で、それがどんなかっていうと、普通死ぬんですけど、死なずに、ハンドガンを持っ、死んでくれよ。ハンドガンを持った状態で、ちょっとだけね、生きていられるんですよ。で、長い間死なずに耐え切ると復活できるんですね。だから相手にキルを与えずにね、ワンチャン倒せるっていう。で、結構ね、その寝っ転がったのか死んだのかの区別が難しくて、意外とね、あれ？今俺倒したつもりだったのにみたいな。あーね。なるほど。どういうパークが強いかとかっていうのも全然ね、詳しくないんですよね、BO は。なんかそのゴーサプっていうのがいわゆる嫌われてたなって、そのゴーストサプレッターとかっていうイメージしかなくて、あとのこと。うわぁ、今これハンドガンに切り替えですよ、なかった。普通に AK でやるべきでしたね。この辺食えばいいんじゃないの？ゲイ。ただなんかその忍者っていうね、パークがあるんですよ、今作は。今作っていうか、BO は。足音が聞こえなくなるっていう。お、いいじゃん。フレームは引いて。いないっすね。ん？待って。RCXE、展開準備完了。いいね。ナイス演武力だった今の。この辺でいいんじゃない？ラジコン行け。RCXE を展開。あとね、そのラジコン中も足音聞こえるんですよね。だから、ラジコン中にね、その足音を聞いて、あ、今こっちいんな、みたいな。ん？いるよね、やっぱ。あぶね。オッケー、ジャミング。今回はね、このラジコンを、待って、おっしゃ、ナイス、不正値。あー、惜しい。ナパームの爆撃点、じゃあ、ここで。もうラジコン使いたいがためにね、UAV を捨ててきたんですよ、今回。待って、なんか、あやほぼホワイトキャットって書いてね、あいつ。なんであいつ乱入してきてんだ、ふざけ。うらー、ザマジサラで。これが面白いですよね。やばい、怖い。どうしましょう。逃げ切りましょう。なんであいつ乱入してきてんだよ、マジ。いいじゃん。一人でやらせてくれよ。ちょっと、これね、死を受け入れることも可能なんですけど、今回はあえて、生き残りましょう。ね、多分フリフォは死んだ方がね、得策だと思いますよ。ラジコンも出せねえのか、今。だってこれ長いんだけど、これ。何秒待てばいいの？追いつかれちゃったよ。え？俺今、なんで死んだの？どういう判定？もうわけわかんない、BO。ガマビサラセイ。これラジコン強いっすよね。俺ね、BO 時代はサーチ一度もやったことないんですけど、サーチでラジコンなんか使われたら切れますよ、俺。なんだろ、足音も、あれもクソも関係ないよ。いますね、この辺。あー、マジか。クソ、偵察機出したのは多分この人かな。場所バレてましたね。くれ、フラッシュバン。お、いるぞ。ほぼジャストミークじゃないの。あー、そっちか。危ね。気合で耐え抜いた。もう一発。お、ヒット。あ、そっちいたの？いや、わかんないわ、それは。いや。結構エロい戦い方してるな、BO も。モダン3もね、アサシンの門町ちょっとが大流行しましたけど。まあ、
どのシリーズもしょうがないっすよね。サプレッサーがある時点で、ね、そういう人は増えますよね。うれ。わって、なんで？あ、後ろ。お呼びじゃないよ。お、ナイスフラグ。やば。この辺ね。待って、これが後ろから見られちゃう。RCX3、展開準備完了。怖いんですけど、RCX3 出したいけど。この辺で出しますか。あ、俺見られた気がするな。あ、知らなかった。ってことは見られてない。待て待て待て。暗い。ラジコンから逃げるな。はい、お疲れ様でーす。これね、フラッグジャケットっていうのを着られると防がれちゃうんですよね。敵レーダー、妨害準備完了。よっしゃ。ナパームの爆撃地点を指示しろ。ナパームはここだ。ナパーム爆撃来るぞ。カウンター UAV だ。お、ワンチャン1チいけんじゃないの？意外と逆転してるよ。オッケー、ナイスエム、ナイスエム。ただ伏せただけだけど。相手は勝手に自爆してくれた。オッケー、フラッシュヒット。いいね、いいね。もう一発ヒット。もう一発来い。待って待って、後ろからスナイパーで撃たれる。あ、いない、いない。後ろから撃ってきたスナイパー。あ、戻ってきてる。オッケー、ナイスステージ。いけるいけるいける。いけるいける。久しぶりの BO でなんとか勝てる。昔より俺上手いんじゃないか。やっぱ腐るほどモダンやったおかげか。おいよ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 。明らか昔より上手くなってるよ。いけるいける。ワンチャンワンチャン。これね、セカちゃんのキルとかで最後、ざまあ見たらせって感じで勝ちたいですね。オッケーオッケーオッケー。ラスキルラスキル。後ろか。うわぁ、後ろ。間に合わんかったな。さあ、かっこよくフラグで。ポン！ちょっと遠投決まったら受ける。あ、遠投決まんなかった。あ、でもフラッシュ二人ヒット。二人ヒット二人ヒット、この辺にいるよ。うわぁ！当たった！まぐれ！やったぜ。いやね、過去作 BO を久しぶりにやるとね、なんか、完全になんか、新作のゲームやってるようなね、心地いい良さがあって、面白いですよ。ひどいぐらいのマグレ、これ。なんで打ち勝てたのか全く理解できない。いやー、危なかった。以上、30キル9です。1ヘッド ?1 ヘッドそんな表記があるんですね。以上です。皆さんもブラックオプスやってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、コメント。お待ちしています。バイバイ。